DJ ストアライト。はい、もう朝みんな早起きですね。そんな感じでシンガポールの朝、ラフルズプレイス駅周辺です。まあ、このままちょっとマーライオンちょっと見に行こうかなって感じですね。歩いてほんと5分くらいなんで、マーライオン見て、そっから1時間2時間くらいちょっとどっか違う、まだ行ったことない街に行こうかなと思って、昨日結構いろいろ行ったんでね。イエーメロージャム TV DJ ソアライズ、今回はですねシンガポールデイ3、ブギスエリアですね、ブギスストリートのこの辺に周辺にいます。この辺ちょっと探検していきたいと思うんですけど、シンガポール今回が最終ですね、本日が最終日になるんで、この辺ちょっと動画をお届けしたいなと思います。はい、この辺結構もう賑わってますね。僕が泊まってたラッフルプレイスですね、ラッフルズプレイスから歩いてここまで行きました。朝はチェックアウトしてからそのままですね、マーラインを見に行って、でブギス駅 MRT のブギス駅からチャンギ空港まで行けるんですよ。でこの辺目指しました。でこっちの方結構来てなかったエリアなん で、はい、でここ行く途中にですねシティホールのエリアも行ったんですけど、シティホールはねそんなこういう感じの街ではないので、こうマーケット系そういえば来てなかったなと思いました。結構普通にレストランでご飯食べたりしたんで、まあ、結構高い店行きましたね、なんだかんだ。まあ、初日に行ったパームビーチカフェレストラン、あそこはちょっと高いだけでそんなに美味しくはなかったですね。まあ、勉強料ですね。まあ、量がめちゃくちゃ多かったんで、まあ、シェアして何人かで行っていればって感じですね。一杯飲みながらっていう意味ではありかもしれないですね。エビは美味しかったです。でこのじゃあマーケットちょっと見ていきましょう。結構大きいんでね。はい、ブギスエリア、この一本反対側にはねすごい日本のチェーン店もココイチとかスキヤとかかな、弥生軒とか、なんだあとお寿司屋さんとか元気寿司、なんかいっぱい入ってましたね。日本のセブンイレブンも1階にあって、ちょっと後でそっちでご飯軽く食べようかなとは思ってるんですけど、まあ、このマーケットでもなんか僕が食べれそうなやつがあればちょっと食べようかなとは思うんですけど、この辺ちょっと探検しています。なかなかこのエリアも来ない人も、日本人がいないですね。日本人全然いないんで、まあ、こうマーケット系好きな人だったら来てもらえれば。ブギスストリートっていうのは多分このエリアだと思うんですよね。ブギスストリートですね。まだお昼前ですけど賑わってますね。まだお店も全部出てないのかな。そんな感じでちょっとこの辺見ています。あ、なんかいろんなもの売ってますね。服とかそうですし、まあ、よくもなんかシンガポールってなんか偽物のビトンとかシュプリームとか売ってるこういうマーケットって言えば見てないなと思ったんですけど、この辺はあるのかな。夜とかになると出るんですかね。タイとかだと夜になってると出たりするのあるエリアもあるんで、そういう感じなのかな。ちょっとこれからですね空港に向かう前にはご飯をちょっと食べたいんですけど、まだ全然決まってないですね食べるところ。あ、キティちゃんっぽいやつ、スヌーピーかな。魔不利不用钱，魔法力等级，来了之后就涨。結構もう終わりの方まで来ましたね。こっちも続いてるんだ。なるほど。一回こっちまで行って、あっちの方行きましょうか。あっちの方が人は多いな。パワーありますね。やっぱりこうマーケット。やっぱこっちの方はまだこれから店出してる感じですね。お、グッチの偽物のキャップをかぶってないの、どこで売ってるんですかね。お、なんかバックパックみたいのいっぱい売ってますね。
僕な海外旅するときっていつも白い下着なんだろう肌着みたいなの着てそれで過ごしてるんですよ。もうちょっとこれはみそぼらしいんで服買いたいなっていうのありますね。まあ、リュック1個で来てるんでね、リュック1個で旅してるので、まあ、いろんなバックパッカーさんとかの参考にしたいかなとは思うんですけど、服もそ旅する日数分は持ってきてないんですよ。で今回はあのホテルのシャワールームで洗いましたね、石鹸あのボディシャンプーで、で干して昨日のやつ洗ったやつ今日着てます。まあ、意外といけるって感じですね。でも結構僕昼間も10時間とか12時間くらい歩くんで、もう少なくても5、6時間は歩くので、一回着替えるんですよね。一回ホテル戻ってきて夜になったらもう一回シャワー浴びてもう一回夜出るみたいなあるんで、服欲しいですね。あともなんだろう、汚れたら捨ててます。それで荷物軽くするために捨ててますね。おタイガーの T シャツ10か 10ドルね。いやパワー感じますね。マーケットは結構こういうのって僕マーケットもそうなんですけど、ハイブランドとか入ってるデパートとかああいうショッピングモールとかも見るの好きなんですよ。実際こういうなんだろうストリート系の屋台とかあるようなマーケットとかストリートのショップとかもそのハイブランドが入ってるデパートとかでもどっちも買わないんですけど、どっちも見るの好きなんですよね。はい、見てこうなんか空気感感じるの好きですね。すごいな。ブギスストリート来てます。こっちもすごい賑わってます。人は多いですね。でも日本人本当いないって感じですね。あのブギスって書いてあるあのモールですかね、あそこは結構本当なんだ何でもあるって感じですね。日本食もいっぱいあるって感じですね。渡りましょうか、まだ時間があるので。うわこっち入りますか、これも入りましょう、せっかくなんで入りましょう。人口密度すごいな。まあ、最終日なんでね、シンガポール今日最終日で、ここからブギス駅から MRT でチャンギ空港まで行くんでね。これなんかこういうところ東南アジア絶対ありますよね。もうシンガポールのあなんだろうマーライオンとかマリーナベイサンズああいうエリアとか全然異色の全く別世界なところですね。こっちはローカル感たっぷりです。あのホーチミン行った時のなんだろうこういうとこありますよね、名前忘れちゃいましたけど、あそことちょっと似てる感じ、空気感感じますね。マーケットと似てますね。匂いも似てるような感じがします。 I love シンガポールちょっと欲しいな。$3-4安くないですかこれ、買おうかな。 I love シンガポール一番でかいサイズ買おうかな。 I love シンガポール10ドルっすよね、めっちゃ安いっすよね。 1-4-4 ドルで3-4-12-10ドル買おうかな。結構50ドルぐらい残ってるんですよ。あとでじゃあここなんか30ドルぐらい使おうかな。持ってくのが大変かな、まあ、これからまだ他の国も僕経由するんでね、荷物が増えるのはちょっときついかなっていうのありますね。まあ、せっかくお土産で買ったのを着ちゃう、でも安いな。 I love SGA 一回来たらボロボロになるんじゃないでしょうかね。でもちょっと安いな、3-4-10ドル1-4-4。あでも子供の服、子供服か。
でも安いは安いですよね。マイカなんかでもバックパッカーみたいなこうリュックだけの人も見かけないな。ここのマーケットもでかいな。違う方の道行ってみましょうか。お腹すいた。あ、ドラえもんミニオン。ドラえもんやっぱ人気っすね。あ、安い。ヤシ汁。バスターミナルですね。バス停ですね。なんか簡単にちゃちゃっとこうつまめるものなんかこう食べたいですね。ちょっと手で持って食べれるようなやつゲットしたいなってなるんですよね。空港でもご飯ちょっと食べたいんで、なんだろう、ここでお腹いっぱいになるっていうよりはちょっと軽くね、軽く食べれるもの欲しいかなっていうのはありますね。なんかいいのあるかな。普通にレストランみたいなの入っちゃうともったいないんで、なんか美味しそうな、こっちでしか食べれない、このなんだろう、シンガポールでしか食べれないものがあったら、そこで、なんだろう、これこのファーストフードみたいなのローカルっぽいのかな。ポパイズ。ここもユニクロとか入ってますね。こっちはいや軽く一周というか縦のライン一周してきましたね。もう一回このじゃあマーケットの方、こっち側の入り口から入ってみましょうか。オットファットジャストなんとか T シャツ、なんか面白いのあるじゃないですか。スモーカーズすごいですね。あとこのエリアにモスクみたいなのもあるんで、それもちょっと見てみたいかなと思うんですけど、シュプリームの偽物ありますね。すごいな。なんか軽く食べたいな。これなんかちょっと高そうな服屋さんですね。ドラゴンボールあるじゃないですか。ドラゴンボール、スーパーサイヤ人。ちょっと高そうなセレクトショップですね。忘れべからずっていう T シャツが今売ってた。間違いないです。すげえハイカラな人いるな。ちょっと横通って見てみようかな。ハイカラだな。めっちゃハイカラっすね。いやあれなかなか素人じゃ着こなせない。最初ピエロかと思いましたけど、パフォーマーかと思ったんですけど、おしゃれしてるな。僕とか色のない人間なんで、もう物からばっかなんですね。白黒ばっかです。はい、なんか食べたいな。なんか色のないかな。やっぱこういうドリンク屋さん、タピオカ屋さんみたいなの多いんですよね。流行ってるな。お土産屋さん、やっぱそうなのかな。これエアポート行けるからここで買う人もいるんだろうな、まあ、ここら辺もホテルありますからね。言うても栄えてる街ですから、こっち通りましょうか。こっち通ってフィニッシュにしましょうか。はーい。まあ、でも観光客もやっぱいますね。
けてってどれ。シュプリームの偽もこんなのもあるんですね。おもちゃ屋さん、すごい。帽子屋さん、このエリア、ブギスエリア、ブギスストリート、日本人一人も見かけないな。でも一本道挟むと結構空気変わるっすね。あっちの方のフードはちょっと中国っぽい感じがすごいしてるっすね。じゃあここを抜けてフィニッシュにしましょう。こっち側の道から抜けてフィニッシュにしようかな。すごいブラシがカラフル。3つの星、スリースターズ。マーケット系好きな人はね、ブギス来てもらえれば楽しめると思います。歩いても本当マーライオンまで行けるんでね、実際は。で、空港から来る途中だったら途中にあるブギス、ちょうどあの乗り換え地点なんですよね。イーストウエストラインとダウンタウンラインが重なるところなんですよね。なんでこのエリア来たかったら MRT ですぐ来れますね、地下鉄で。じゃあここのちょっとフードコート見てみましょうかね。じゃあここ入ってみます。じゃあメロージャム TV また楽しみにしてください。ありがとうございます。 See you, マハロー。メロージャム TV マリナベイサーズ、上からチャンネル登録よろしくお願いします。シンガポールいます。